クッキーです。今回ご紹介する本はこちらタイトルがちょっと長いのですが「あなたの知識経験情熱をデジタル商品にしてオンラインで売り出す方法」という一冊になります、まあ、タイトルが全てを説明してくれていますがこんな本ですで例えばあなたの知識そんな人に教えてお金になるような知識ないよって思うかもしれませんがこの本によると犬のトレーニングというものを検索している人ですら2秒に1人。 いるということで、えー、ああななたがが知知っていていい他の人が知らないことであればそれは全て商品になるとということでしたそ,そして、えー、ではデジタル商品とは一体何なのかということなんですが例えば、えー、Kindle のような電子書籍だったりとか音声だったりこのような動画もそうですねだったりあとセミナーとかそういうものもそうなんですけれどもそれをこの人に伝えるために。 えー、どのように形にしていけばいいのかそしてどのように、えー、広めていけばいいのかっていうことが、えー、ステップバイステップで分かりやすく書かれている本ですので、えー、ご興味のある方は読んでみるととても勉強になるのではないかなと思います。えー、使える一冊でした May the book be with you.